こんにちは、学際宇宙ゼミナールです。本日は学際宇宙ゼミナールの中でも地方創生に関する研究に取り組むメンバーたちに集まってもらいました。この動画ではゼミ配属の流れや研究の内容についてお話できたらと思います。それでは自己紹介からやっていこう。はい、ゆうまです。あゆむです。せーの、あゆまゼミです。僕たちの研究テーマは地域住民と観光客が交流するマルシェの開催です。地域の魅力を観光客の方に発信できるようにマルシェの開催に向けて準備を進めています。田村一馬です。僕の研究テーマは星野アストロスクールで行動12星座の教具開発と授業実施というものになっております。実際に中学生を対象として行動12星座の授業を自分の自作の教具を用いて実施する予定です。小川千尋です。私は福岡県八女市星野村における光害教育を含む天文教育活動による地域愛の醸成をテーマに活動しております。星野アストロスクールの一環として地方創生に貢献していきたいと思っております。初めまして、ナナミンこと田中ナナミです。私はディズニーについて研究を行っていて、地方創生っていうのは地方だけではなくて都市部でも行えるので、私はそこに焦点を当てて研究を行っております。富島匠です。自分がやっていることは地方創生に関する諸政策を統計的因果推論という情報を用いて研究しています。ざっくり言うとデータサイエンスと地方創生を掛け合わせた研究をしていて、今これからデータを集めるところです。みんな自己紹介ありがとうございました。これからゼミ配属の流れについて研究の内容などを交えながらお話できたらと思います。ゼミ配属の流れとしては、まずはじめに新人研修というものがありまして、その後に3年後期の週1回のゼミの時間、そしてその後に1月の星野村へのフィールドワークの流れでお話ししていこうと思います。じゃあまず新人研修期間について話していこうと思います。学際宇宙ゼミナールではゼミ配属後に新人研修というものがあるんですけれども、これ実際にゼミ配属して今後のゼミ活動に慣れていく期間というところで新人研修が設けられています。でその実際にこうどんなことをやっていたのかというところをみんなに聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあユーマどうでした？はい、新人研修は、まず自分が興味のある論文を選んで、それをパワーポイントにまとめて、同じ地方創生組の先輩同期の前で、そのパワーポイントを発表する。で最後に、先輩から自分の発表に対してフィードバックをもらうという流れで、行っていました。で自分は地方創生でこの3人とは一緒なんだけど、でもデータサイエンスをやりたくて、それに必要な勉強っていうのをこの緑本っていう本を使ってやってました。具体的にやったことっていうのが、中に出てくる内容をまとめてパワーポイントで発表することと、あとここの中に出てくる R っていう言語のプログラミングがあるんですけど、それを Python にコーディングし直すっていうことをやっていました。はい、まあ、実際にこう今話してもらった通り、こう自分でのこう論文読んで、まあ、プレゼンしたりだとか、あとは自分の興味ある分野について、まあ、勉強してくるっていう、そこの新人研修の期間だったと思うんですけど、やっぱりこうその中でやっぱりこうここめっちゃ良かったなとか難しかったなっていう部分があると思うんだけど、そこについてはこうみんなどうですか？そうですね、まあ、初めて論文を読むっていう機会にあたるので、まあ、全然最初は文章としてしか分からなかった部分とかたくさんあったと思うんですけど、だんだん内容っていう風に分かってくるようになってきたかなという風に思います。でもなんか難しかったけど、先輩とかは結構メンターみたいな感じでついてくれたから、あ、やりやすかったっちゃやりやすかったから、うん、だよね。そうだね、自分なんかは特にプログラミングとか、まあ、全然分かってなかったんだけど、先輩がいろいろ教えてくれたからすごい充実した研修になったかなっていうふうに今思ってるかな。
的に同じような分野の先輩がメンターになってくれるから、うん、俺分かんないこととかは結構その先輩に聞くこともできるっていう感じで、結構こう先輩のフォローを受けながら、うん、新人研修なかなかこう難しい慣れない中でやっていたと思うんだけど、こう自分の中でやっぱこう興味ある部分っていうところで、まあ、研究に生きてきた部分だったりとか他に何かあったりしますか？そうだね、自分の研究はやっぱり何だろう、自分の研究を考えるときに他の研究と同じような研究をしてもあんまり意味がないから、その読んでる論文のときにこの研究は何が大切なのか、他の論文と何が違うのかっていうのを考えながら読むのが結構面白くもあったりあったし、なんか難しい部分でもあったなっていうふうには思ったかな。その頃からそんなこと考えてた。私は結構もう多分ゼミ入る時からずっとやりたいことがあったから、それについてすごい、なんかそんなこと考えてないよね。考えてないよね。そうだよね。そうだよね。俺も考えてなかった。俺も考えてなかったけど、新人研修のスライドを作る項目として、なんかオリジナリティ、この論文に対するオリジナリティっていうのは何なのっていう、まあ、まとめ方とかあったから、まあ、そういった面では、今後の自分の研究 でどういったオリジナリティっていうのを活かしていくのかなっていうのとか、そういうのがその新人研修で学べたかなと思います。実際こう新人研修っていうものを通してやっぱこう論文の読み方だったりとか、まあ、先輩とのコミュニケーションっていう部分とやっぱりこうどんどんこう自分の研究、まあ、興味あることについて深めていくっていう期間だったのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、じゃあ次は、3年生の後期の期間についてお話ししていこうと思います。こう実際にこう授業の期間に入って週1回のゼミっていうものが始まっていきます。で、まあ、それに関してこうどんなことやっていったのかっていうところを聞いていきたいんですけど、まあ、どうでしたか？はい、基本的にその夏休みとやってることは一緒で、論文を読んで発表して議論の流れなんですけど、その中で大きく変わったこととしてはミキとさんが加わったことです。そうだね。で、私は結構ずっとやりたいことが天文教育で決まってたんだけど、論文が全然なくて、で論文なかった時にどうすればいいかってところで、ミットさんがそういう教育をした後のフィードバックの仕方だったりアンケートを取ったり分析方法だったりっていうのを学んだ方がいいんじゃないかっていうことで、食育とか防災教育とか森林教育とか他の教育についての論文を読むっていう期間だったかな。どうだった？そうだね、自分はさっきその研修のところの続きでこう本のをやって、後半の方は実際この研究テーマを決めるにあたって論文を読み始めたっていう感じかな。トミーはさ一人だったじゃん、それって結局どうだったの実際？そうだね、なんか一人だとみんな、なんかちょっと1対1だからさ怖いとかあるんだけど、まあ実際そんなこともなくてさ、研究テーマを決めるために論文読んでいくんだけど、その時に例えばミキトさんが急にね、なんか星野村の山に行ってイノシシ捕まえて、そのイノシシの密度推定をデータサイエンスでやるのはどうみたいな話が上がって、なんかその時まあ2人で爆笑しながらいいねとか言ってたんだけど、なんかそんな感じで、そうね、まあ当時は言いたいだけでしょうとか思ってたんだけど、自分には絶対こうないような視点とかをこう与えてくれたり、それでまた自分がねどういう研究テーマにしたらいいかなっていう深掘りができたから全然すごい楽しかったよ。ゆうまとかはね、僕はあゆむとななみと3人でゼミやってたんですけど、最初は僕は雇用、星野村で雇用に関する研究をやろうと思ってこのゼミを選んだんですけど、雇用っていうのは星野村で研究を行うには現実的に難しいみたいな意見を三木さんからいただいたので、有志者にね、そう学生の学部研究でちょっと規模が大きすぎるかなみたいなのもあったので、歩夢くんの研究からいろいろこれ面白そうだなとかやってみたいなっていうのをいくつかと論文選びの中にも取り入れることができたので、と自分の最初決めたテーマにこだわらずに同じゼミの
メンバーの仲間から面白そうなこととか、これやってみたいなみたいなのをと得られるのを3人でやるとゼミのメリットかなって僕は思いました。うーん、そうね、なんか急に2人でさ一緒になって、うん、で3人の中で1人になってね、そう、なんかね、ゼミのメリットはね、急に歩まゼミやる、歩まゼミっていうね、ゼミの名前変わっちゃった、ね、そんなこともあるんだよね。そうね、僕たちはミキトさんに加えて一人先輩が入ってくれて、それでゼミを進めていくっていう形でやってきたんだけれども、やっぱりミキトさんとは別の視点で物事を進めてくれる先輩だったので、まあ、自分に足りない点だったりとか、これが本当に実現できる研究なのかなどといった視点を持った指摘をしてくれたので、自分の研究に少しずつ役立てていけたのかなっていうふうに思います、うん、そうだね、結構詰められてたもんね先輩の存在は大きかったそうだね、とても大きくて、まあ、僕自身理科教育っていうものにすごい興味があって、まあ、その軸はぶらしたくないっていう軸が立ってたんだけど、それを、まあ本当にロジックが正しいのかなどと、うん、先輩からいろいろ指摘されて、で、まあ、最終的にその軸に沿ってで発生した研究を見つけることができたので、まあ、先輩の存在すごい大きかったかなっていうふうに思います。じゃあその後期の期間で結構こう自分の考え方と興味といろいろ変わってきたっていう。そうですね。変わりましたね。そうですね。まあ、割となんかこう自分がこう興味あることとかやりたいことあって、多分みんなこのゼミにこう入ってきたと思うんだけど、やっぱりこうゼミをこう通していく中で、やっぱりこう先生ミキトさんだったりとか先輩とか、あとは本当に一緒にこうゼミやってる同期の発表とか聞いてみて、やっぱりこう自分の興味変わる部分も出てくるし、まあ、その子は本当にこのゼミの良さかなというふうに思うし、まあ、でもやっぱりこう研究としてやっていかなきゃいけないんで、まあ、それをやっていく上でこう何のためにやるのかっていう、その研究の意義っていう部分と、まあ、じゃあ実際にどうやってやっていこうかっていうところ、まあ、実現可能性というところも出たと思うんだけど、まあ、そういうところも考えていくきっかけにはなったのかなって、この3年後期の期間ではあったのかなと思います。そうだね。はい、次は1月の星野村のフィールドワークについて話していこうと思っています。でまあ、3年の後期っていうところで、まあ、自分のこう興味だったりとか研究をどうしていこうかっていうところについて考えてきたと思うんですけれども、まあ、こう実際に、このゼミの研究フィールドである星野村に訪れてみて、やっぱりこう現場のこう体験をしたりだとか、地域の方にこうヒアリングを通じてっていうところで、まあ、実際星野村に訪れてみてみんなどうでしたか？そうだね、なんか地方創生チームがすごいいろんな成果が上げられてるような気がしたんだけど、なんか進んでったよね、すごい、うんうん、東京にいる間はなんだろう、論文からしかやりたいこととか地域の現状とかが見えてこなかったけど、実際星野村に行って住民の方にインタビューして住民の声を聞くことで、論文からは得られない、この目で確かめないと得られない課題みたいなあって、そこから自分が何やりたいかとか、地域の方々は僕たちにどう何を解決してどういう方向を目指してほしいのかみたいなのも具体的に得られたから、と1月のフィードワークをきっかけに、と僕は研究テーマをの決定に向けてつなげることができたかなって思ってます。実際にこうなんか自分のやりたいことっていうのと、やっぱりこう現場で抱えている課題っていうのと、やっぱこううまくこうマッチじゃないけど、どう今までこう後期で学んできたものをどう生かしていくかっていうのがすごく大事な部分であった、うん、そうだね。逆にね、ナナミとかね行ってみて、いろいろあったみたいな。そうですね、地方創生っていうのは私は地方でしか行わないって考えていて、そこでその今までは古民家だったり、あとは道の駅についてやっていきたいなって考えてたんですけど、1月にちょっと都市部でもできるってことを知って、地方創生がそこで私はその都市部でやっていきたいって気持ちと、またそのやりたいっていう気持ちから、ディズニーをやっていきたいなって考えてます。最初めっちゃびっくりしたよね、正直。一緒にね、星野村にも行ってびっくりした。そうそう、星野に
ディズニーあるって言って本当ですか。まあね、まあいろいろなったけど、でもね、新しいね、考え方がね、地方創生はやっぱ地方でしかできないっていうのは、まあ文字の通りあったと思うんだけど、そこからね、都市部でもできるってことで、また研究の幅が広がったなって、ね、うんうん、これからこっちのね、東京拠点に研究をするっていう人も増えてほしいみたいなのもあるし、まあね、結局やりたいことを、まあ、突き詰められるっていう、うんうん、だから自分は、うん、まあそうね、星野村行ってみて実際現状をいろいろ聞く中で、まあ、ふみちゃんっていう方に会って、うん、まあそこで結構仲良くなったんだけど、うん、実際まあほんとつい最近また連絡取り始めて、また本格的にこうふみちゃんで研究していくっていうのがこう決まって、まあ、本当結構運命的な出会いでよかったかなって思ってて、まあまた今月星野村に行こうかなって思います。実際に訪れて会って直接話してみて、やっぱこうね、関係構築じゃないけど、やっぱすごい大切だったかなって。星野村に行ってすごい大きいことだったのかなって思った。2人はどうでした？ですね、僕たちは、まあ向こうの星野村にある星野文化館というところに実際に行ってみて、なんか星野アストロスクールっていう教育空間というんですね、っていうところに実際に働いている方々と話を通して、まあ、こういった教育をやっていくんだなっていうイメージ作りとかが少しずつその経験を通してできてきたかなっていうふうに思います。そうだね、なんか研究をするときに、まあ、授業みたいなものみたいと思ってるから、場所だったり公民館とか図書館とかっていうのもいろいろ訪れたりして、なんか星野村の、まあ、地域について、まあ、知ることができたいい期間だったかなっていうふうには思うかな。まあ、実際にこう自分で論文読んだりとか知識深めていくっていうことも大事だけど、やっぱりこうそれ以上に現場を訪れることでこう現状を知って深まる部分もあるし、知らなかった部分に気づけるっていうところがすごくあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、実際にこうフィールドに訪れるっていうところで、まあ面白かったとことか、まあ、難しかったとこもちろんあったと思うんですけど、なんかそれについてはみんなありますか？いっぱいあったよね。いっぱいあったね。いっぱいあったね。何から話そうか。なんだろうね。俺とトミーで、フィールドワークした時は、なかなかふみちゃんにたどり着けた。ああ、そうだね。いなかったもんね、最初はね。ね、ワンコもね。ワンコもすごいね。まあ、行ってみたら分かると思うんですけど、うん、まあね、いろいろあったよね、共同生活もあったしね、僕たちで食事の当番とか分担して、自分たちの食事作ってみんなで食べるみたいな、研究ももちろん行うけど、みんなで初めて共同生活する場だから同期の仲が深まったかなというのを、いろいろあったことね。共同生活中にはまあ、ね、予期せぬハプニングもたくさんあると思うんで、そういったところでも逆に関係構築につながっていくんじゃないかなと思うかな。確かにね。ないやろな。予期せぬハプニング。なんだろうね。火は起きちゃうかもしれない。おお。おもない。気をつけて。まあ情熱にあふれてね。なるほどね。ファッションで。まあまあまあ詳しいことはね。いろいろ話せる、いくらでも話せるからね。実際こうフィールドを訪れてみて、まあ、研究が深まっていくっていう部分、やっぱりそこで得るものも多いし、こう自分で新しいことに気づくっていうのも多いところで、まあ、実際にこうフィールドワークを行う上で、まあ、その同期との関係構築であったりだとか、それこそもちろんこう地域の方と直接話すっていうところで運命的な出会いにもつながる部分もあるので、学校でやる研究ももちろん大事なんですけど、実際フィールドを訪れてみることで得ることもすごく大きかったんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を通じてこのゼミについて少しでも知っていただけたら嬉しいです。今回の動画はゼミ配属の流れや研究内容について詳しく説明してきましたが、他にも学生主体で様々な行事やイベントを行っています。皆さんお待ちしてます。